木更津市の観光農園。夏の収穫時期には無農薬有機肥料で育てた2000本のブルーベリーが都会の人々を迎えます。赤いブルーベリーとかもこのぐらい鈴なりになってる。赤いのはこれから黒くなる、その手前だから。ブルーベリーの栽培には手間暇がかかります。実をつけるのは苗を植えてから4年目。その後も毎年キメの細かい手入れが必要です。これはお嬢ちゃんが取ってくれたんだよね。こうした食材を生産する現場を訪ね、生産者と消費者が直接つながることも大切な食育の一つです。おいしい？無農薬？あと自然がいっぱいで、虫取りとかもできるみたいなんで、一日中楽しめるところがいいと思います。今の時期お客様来てくれるでしょ、外ね、皆さんおいしい甘い、そういう声がね、ほんと大きな声で言ってくれるんです。本当嬉しいですね。木更津市では食育基本法に基づき、食育の基本的な方針や目標について定めた木更津市食育推進計画を策定。エネルギー、タンパク質、脂質、そして特別に講習を受けた市民ボランティア食育コンシェルジュとともに協力しながら計画を推進しています。小学校での食育。食育は子どもから大人まで全ての人々が対象です。食育コンシェルジュたちが子どもたちと一緒に木更津の伝統料理太巻き寿司を作ります。木更津市食育推進計画の基本理念は、市民一人一人が健康的な食生活を実践することで生涯にわたり健全な心身を育むこと、地産地消を実践して持続可能な社会を目指すものです。道の駅木更津うまくたの里では、地元の農家の方々が作った食材が皆さんを迎えてくれます。木更津市では新鮮で安心な農林水産物を市民に提供し、生産と消費の拡大を図る地産地消を推進しています。そして地域の食材を積極的に取り扱う小売店や飲食店を認定し、この取り組みを皆さんに知っていただくとともにお店を応援しています。木更津の食材をぜひ使っていきたいですね。保育園では園児たちが育てたさつまいもの収穫が行われています。食育への理解をさらに深め、実践へと一歩を進めてもらうために4つの重点項目を定めました。さつまいも育てるまでにはいろいろお水をやったりとか草取りをしたりとかっていう、やっぱり育てる大変さがあるので、食べ物っていうのは苦労があってできることを子どもたちに知ってほしいですし、木更津市ではあらゆる団体と連携し食育の推進に力を入れています。木更津市の食育は食を通して全ての人々が笑顔になれる社会を作るのが目標です。